歌舞伎座で初市川海老蔵、無事に終わってほっとした。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年7月4日にアメブロを更新、初日なんとか無事にと題し、7月大歌舞伎の初日を無事に終えたことを綴った。歌舞伎座7月大歌舞伎が4日初日を迎え、海老蔵さんが第2部雪月花蜜の眺めで麗華さん勸玄君と歌舞伎座本公演で初の親子共演を果たした。桜吹雪の散る中、海老蔵さんは2人の前で貫禄の舞を見せた。最後は3人で見得をし、たくさんの拍手の中幕が閉じた。海老蔵さんはブログで無事に終わりました。ほっ、自分のこともありますが、二人のこともあるので、やはり別の神経使います。しかし二人の純粋さに心を打たれます。そして私も無垢な気持ちで団七や中九にできて幸せです。ありがとう。そしてありがとうございましたと綴り締めくくった。ブログ読者からは、初日無事お疲れ様でした、お疲れたまらないように千秋楽まで頑張ってくださいませ、今日はゆっくりお休みくださいませ、真央さんはしっかり見守っていますなどのコメントが寄せられている。親子共演、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。